こんにちは、まさしです。今日は iPhone XS を使用して動画を撮影してきました。今日はその動画をお見せしたいと思います。動画機能は10とあんまり変わらないっていうレビューが多かった印象なんですが、私は iPhone の6を使ってたので、もう映像劇的に変わってかなりびっくりしてます。後半の方に撮影のポイントとかも少し話をする予定なので、まあ、そちらも合わせて見てもらえたらと思います。どうぞ。綺麗、インカメだよ。すごい、綺麗すぎるでしょ。最初のインカメの機能ですね。インカメに関してはカメラも動画もすごい綺麗になってるんですが、で特にダイナミックレンジっていうのが効いてて、黒くこう潰れてしまうところと白く飛んでしまうところが抑えられていて、まあ、こう特にこの iPhone XS に関してはすごく綺麗になってるんじゃないかなと思います。で背面の撮影に関しては、今回は夜に撮影を行ったんですが、見ていただいた方で、まあ、気づいた方もいると思うんですけど、まあ、綺麗に映せているところとやっぱりこうノイズが出てしまっているところがあったと思うんですね。でそこは、まあ、やっぱりこう暗くなりすぎると ISO 感度が反応して、まあ、高くなってしまってノイズが出ているような印象なので、まあ、なんかこう iPhone にアプリなんかをダウンロードしてマニュアルでこう ISO 感度を調整して撮影するとより映像は全体的に綺麗に撮れるんじゃないかなっていうような印象です。あともう一つはスローモーションですね。フルハイビジョンで240フレームの映像が撮れるので、まあ、かなりスローな映像が撮れました。ちょっと撮ってみたのでご覧ください。これは iPhone X でも撮影できるんですが、普段私一眼レフでよく撮影するんですけど、一眼レフでも240フレームで撮れるカメラってあんまりないので、これをこの iPhone のコンパクトさで手軽に撮れるのは、そうですね、すごい便利だなというふうに思いました。で、やっぱり動画に関してはぼかす範囲が限られていて、カメラですと今回かなり撮影した後にぼかしを調整できるっていう機能がついてたんですが、動画に関してはそのボケを調整するっていう機能はついてないので、やっぱりこうレンズをいろいろ交換できる一眼レフの方がボケの表現に関してはまだ強いのかなっていうような印象です。で今回の映像もぼかすことでの表現があんまりできなかったので、こう撮影する場所を同じ場所でもこう違うアングルから撮影してみたりとか、ちょっと引いて撮ったりとか寄って撮ってみたりとか、まあ、同じ場所でもその距離感だったり角度だったりっていうのを変えて、まあ、その空間がどういう空間なのかをできるだけ伝えれるように、まあ、そういったのを意識して撮影してみました。はい、以上になります。今日も動画を見てくださってありがとうございました。